やってる？やってますよ。ラテンチャンネル。はい、どうも、やる気元気よつき、あさとよつきでございます。そしてこれでお前との縁ができたな。電源勇気です。はい、よろしくお願いします。お願いします、今回ですね、前回の配信の時にホロライブの、スペシャルブースター開けたかと思うんですけど、ちょっとその時にも、お話ししたように、あさとよつき、いきなり研修が入って収録が取れないということで、現在これ前撮りをしております。はい。で、今回天元さん、何を喋りたいということで、なんか何を喋りたいってなんだよってなるけど、ちょっとなんか語りたいということなので、お題をちょっと持ってきていただきました。はい。では何でしょうか。ドン鬼大臣のドン鬼シスターの鬼キック、あれ可愛いよね。え違う違う、俺は言いたいそれじゃないか。確かに可愛いのは認めるけど。まあね、いやでもさ、ドンブラザーズ、この前撮りする時ね、にまでは放送された分で言うと、ドン桃太郎やられちゃったね。ねえ。で、次からが、ジローか。桃ジローか。はい。で、確か孫悟空テーマに、なるんですかね。で、見た目がなんか大レンジャー。そうそうそう、大レンジャーになってて、めっちゃいいなーって思うんで、ちょっともしかしたら、グッズ買おうかなってちょっと私は悩んじゃってるんですけど、はい、でも天気が喋ったらそこじゃないんですよ。なんだよ、あのドンブラの話するんじゃねえのかこの流れ。いや、持ってきた、ね、テーマの内容言わねえのかなって思ったよ。いや、持ってきたね、あのネタを言います。はい、一応特撮なんですけども、天元ね、この収録前にね、ちょっと時間ギリまでちょっとウルトラマン見てたんですよ。はい、そうですね、全然来ねえなと思って。はい。で、何見てんのって聞かれて、ウルトラマンダイナ見てるのって。懐かしい、つるのさんやってたやつだよね。そう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 。ウルトラマン歴代の中でも、あんまり主人公って死なないんですけど、ウルトラマンダイナは珍しく主人公、アスカ・シンが、ね、つるのさんやっているアスカシンが、最終話近くで、てか最終話かな、亡くなったという、ストーリーで、ちょっとね、当時衝撃だったんですよ、ウルトラマンダイナ。前作のウルトラマンティガのようにフォームチェンジがあるっていうのですごい楽しみに私当時見てたんですけど、最終話で、ダイナ死んだ、アスカ、どうすんの、っていう感じで終わったんで、もう私衝撃で。で、あと、なんていうのかな、過去のウルトラマンたちとコラボをするっていうのが、その後何回かあったんですけど、そこでダイナ、ガイアの、3ウルトラマンが出るっていう時には、復活というか。ダイナだけが出ましたね。あ、でも、その後、V6 がね、主題歌歌ってた映画でウルトラマンティガーも出たやつがあるんですけど、そこで確かダイナが、アスカシンも、つるのさんもちゃんと出てたっていうのがあって、ウルトラマンダイナの死に方が、ブラックホールというかワームホールに吸い込まれて消えちゃったっていう内容だったんで、確実に 100% 息止められたっていうわけじゃないんですよ。はい。それで、あるタイミングで登場するっていうことが、ストーリー的には問題ないっていうことで、参戦してくれたっていう、内容が、映画とかであるので、もしよかったら皆さんも、レンタルショップや、今だったらネットフリックスとかいろいろあると思うので、見ていただければなとは思うんですけど、はい、天元さんはそれのダイナを見て、で、はい。ちょっと、行く前に一つだけ補足、さっきの話と補足なんですけども、はい。ウルトラマンサーガっていう作品で、はい。ウルトラマンゼロがね、はい。別の世界に、行った時に、はい、ウルトラマンゼロはウルトラマンセブンの息子ね。そう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 。で、そこのいた世界では、はい、ゼットンのゼットン、はい、あれなんか強化体みたいなやつと、はい、ダイナが前もっと戦ってて、はい、でダイナが負けた。ゼットンは確か初代のウルトラマンの最強怪獣だったっけ。はい、宇宙怪獣の口に宇宙怪獣、地底怪獣なんか言われてる、なんかなんていうの、カミキリムシみたいな。チームアース青担当雪風が大好きな怪獣、はい、ゼットン。これ言っとかないとなと思って、ゼットンが出たら、で、はい、でそこで、はい、実はね、はい、鶴野さん出てます、サーガのとこで。ああ、そうだね、サーガでも出てたよね。はい、はい、で、
まあ、ちょっと話ちょっとずれるんだけども、はい、そのゼロと、あの、ウルトラマンダイナと、はい、ウルトラマンコスモスと合体して、はい、伝説のウルトラマン、ウルトラマンサーガーになって、あの、ウルトラマン、あの、ハイパー Z と戦うっていう映画なんです。うんうん。まあ、その辺あとさ、ウルトラマンサーガーってさ、あの、今ちょっとふと思い出したんだけど、ツイッターとかのネタがで、あの、普通のウルトラマンはヒカキン勢で、サーガはなんかいろいろ鎧とかつけるから、なんかハイカキン勢とか言ってた。あれ、ね、あれサーガだったよね。うん。だよね。うん。うん。それぞれです。まあそういうのも あるんですけども、うん、あの、そういうのもあってね、うん、結構今、なんだいなが注目されてるかと思うと、はい。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども。知らない方は知らないから、私は知らない。はい。ちょうどね、あの、2021年代の方では、去年か、はい。はい。ウルトラマンティガをリメイクした、そうですね、ありましたね。うん、ウルトラマントリガーっていうの。はい。トリガー、はい、はい。そう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 。はい。ウルトラマントリガー。やってました。はい。で、それもね、あの、ちゃんとしたリメイクで、あの、確か、ティガのその後の話っぽいように作られてなかったっけ？その後なんだけど、舞台は、光の巨人。あの、舞台は、パラレルワード。あ、そうなんだ。うん。あの、ティガの終わりの、終わった後にパラレルワールド行くんですよ。はい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 、はい。で、その作品がちょっとほんまにすごくて、あの、闇の巨人、だからね、うん、闇の巨人とかも出るんですよ、ちゃんと。はい。あの、ウルトラマンティガ、映画2作目のとこで、あの、最終回終わった後の話の映画で、はい。3人の巨人と、ティガ実は闇の巨人っていうの分かる映画なんですけども。ダークティガとかなんかあったよね。はいはい。それが、アニメ、その、放送内で、ちゃんとやってるんですよね。おぉ。で、ちゃんと逆要素もあり、すごかったんですよ。うん。で、フォームチェンジもちゃんとしてて、そのフォーム形態も、ティガのスカイフォームとか、うん。コロナフォームとか、うん、いう風にちゃんと変わってるんですよ。あれ、うん、コロナコスモスやったっけ？まあ、まあ、どういう意味？コロナホームは確かダイナ。あ、ダイナは違う。え、ダイナコロナホームなかったっけ？赤色。あれ、そう、あれはストロングフォーム。ストロングだっけ？うん。じゃあ、え、コスモスはフォームチェンジないよ。あるある。青だけだよ、あれ。あるよ。コスモスって杉浦太陽のやつだよ。うん。あれないよ。あるよ、あるよ。あったっけ？あるある。調べよう。どうぞ、あの、話し続けて。はい。で、今年の2022年7月9日に、ウルトラマンダイナの頭文字 D を取って、ウルトラマンデッカーというのが出ます。そのデッカーっていうのが、もう本当にあのダイナと同じ、リメイクされてるような感じで、まあ、トリガーとほぼ同じような感じで作られてるんですよね。はい。見た目もダイナほんも、ちょっとだけカラフルなダイナみたいな感じなんです。うん。え、ちゃんと。待ってるわ。ルナモード、コロナモード、エクリプスモード、スペースコロナモード、フューチャーモード。え、これ、テレビ放送分でやってたっけ？スペースの方は、あの、映画だけ。劇中や、なんか記憶にないんだけどな。一番記憶にあるのは、ウルトラマンコスモス中に杉浦太陽さんがいろいろやらかしたっていうのは知ってるけど。嫌なとこだけ覚えてるな。いや、だって大問題だったからね。まあね。はい。で、その、ウルトラマンデッカーっていうのがやります。はい。で、主人公、はい、アスミカナタが変身します。はい。あの、アスカと名前が似てるんだよな。アスカシンからアスミカナタか。そう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 。で、変身フォームは通常状態でフラッシュタイプ。これも、うん、あの、ダイナと一緒です。うん。で、ストロングタイプも一緒です。はい。で、青いやつのミラクルタイプも一緒です。はい。こういう風に3、モードもね、ちゃんとね、ダイナも、リスペクトしてね、同じフォームの名前で、はい、似たようなスタイルで戦います。うん。ストロングだったらもう接近戦、プラス、あの、ボルク高いというやつ。うん。で、ミラクルフォームって言ったらもう、なんて言ったらいいの、超能力で戦う系の、スピード特化のウルトラマンです。で、最初ね、ダイナはね、ティガに比べて、不遇って言われてたんですよね。不遇というか、フォームチェンジありきの、で、あと一応その後っぽいような話にもなってたから、何、二番煎じっていう風に、まあ、言われてたから、あんまり当時人気が最初は上がらなかったんですよね。うん。そうそうそう。それもあったしね。ティガだったら、まあ、例えばスカイタイプとかね。まあ、通常からスカイタイプ。で、まあ、青とか赤とかいろんなフォーム変えることができたんだけど、うん、作品中では。うん、ダイナは、一方のフォームで変身しちゃうと、もう戻れない。戻れない、うん。そういうのもあって、
ちょっと不遇やなって言われてた時ありました、うん、ただねそのチェンジしたフォームが全員ね強いんだよね。あ、じゃあ別に不遇まではいかないんじゃないの。ただね戦闘中にね見極めを失敗すると、うん、例えば素早い敵に対してドンチューナースタイプで行こうと思って あやべ当たらねえっていう状況になるかもしれないからちょっとやばいんだよね。なるほどね、はい、そういう風になってます、うん、でデッカーとねやっぱりあのダイナの D っていうのを含めてますのでね、うん、結構ダイナミックというよりねなんか正義のデッカーだかね系風になんか結構ね正義の味方っぽくなってるんですよね。なんかデッカーっていうと勇者系の J デッカー思いですね。俺も思った。で結構ね今のウルトラマンって言ったらね結構まあ銀と赤とか赤と青と銀とかね、うん、そういうなん言っちゃ悪いけどなんか結構スーツ一枚っていうような感じなんですけど、うん、このデッカーはね鎧最初が来てます。鎧みたいなもういきなりあの課金してアプリ始める人ってやつね、うん、というよりなんかセブンのなんか鎧みたいなあんな感じセブンの鎧みたいな感じでちょっとゴツゴツくなってるんですよね。いろいろとでどこどこ金ゴツゴツは分かるけどあれは鎧でいいのかなっては思ったけど、うん、はい。で何よりも特徴なんがカラータイマーがね胸にはあるんだけど中央にないです。左胸に行ってます。おちゃんと心臓位置になってます。あよく単 A かって言いたかったけどまあそんな風にね。あと変身アイテムもね多分ダイナー見てた人は分かると思うんですけども、うん、茶色いウルトラマンの顔のやつにスイッチをしたら、まあ、なんだろう、トサカのやつがパーン出るじゃないですか。え名前なんだっけ。ダイナフラッシャーとか確かフラッシャーだっけな。ダイナフラッシャーティガはスパークレンスは覚えてるんだけど、うん、覚えてなかったから。でダイナの方も似たような形でなんか剣みたいな形になってるじゃんあれが。うん、あのウルトラ D フラッシャーという名前が変わってます。ほう。で、あのトリガーだったら銃のねマガジンみたいな感じで、うん、あの変身スパークレンスの下にぶち込んで変身トリガーとか言うに言うんですけども、ああそうですね確か。おかげでコレクションアイテムが多すぎてね行列まではいかなかったのかもしれないけど結構店頭で見ること多かったね。はい。でデッカの方だとこれどこぞの世界の破壊者みたいな感じのカードなんですよ。バーコードリーダーのついてるカードなんですよね。いや D だからってディケイドリメイクしてなくていいんだよえでもダイナから10年じゃないでしょ。10年じゃないですね。もっと経ってるよね。経ってるよね。で名前もこれウルトラディメンションカード D どんだけ D 好きなんだよいやなんか DK 堂の D 遠藤さん思い出すねでもこれもね本当に楽しみでね、まあ、ダイナのエディングみたいにねあのなんだろうワームホールにかブラックホールに吸い込まれて終わる感じなんかなとは思うし、いや全く一緒にやしたら多分叩かれると思うから、あの劇場版のゼータガンダムのように多分変えるんだと思うよ。似たようなことして最後だけ変えるみたいな展開が俺は思う。あとちなみにあの、まあ、ウルトラマン Z の時からなんだけど、うん、前のウルトラマンとコラボする時あるんですよね、うん、トリガーだったらゼロも出てきたし、うん、ダイナだったら多分トリガー出るんかなっていうちょっと、まあ、多分出るんじゃない出そうな感じですよね、うん。であのまあ、一応トリガーの話なんですけども、うん、あれの最終回はなの光の力を取り込みすぎた闇の巨人の一人が暴走して、うん、なんか闇の巨人みたいになってトリガー一人じゃ戦えない、じゃあダークティガーじゃあダークトリガーと普通のトリガーと合体させた新トリガーで戦って、はい、でまあ、闇の巨人助け出すというか、ほう、まあ、助け出した瞬間ちょっと光の力を取り込みすぎたせいで消えるんですけども、うん、その取り込んだエネルギーが暴走してねそれを沈めるためにはトリガーと一緒にそのエネルギー体の中に入って制御するっていうのでエネルギーあの話が終わってるんですよ。ほう。でまあそのエネルギーの中でまあそのトリガーの変身する人が
なん、途中なんか覚醒したいにパーって目開いて終わるんですけども、うん、下手したらダイナーであのエネルギー体できて、トリガー出てきそうな気もするんだよね。多分出てくるんじゃない？うん、出てきそうな気する、本当に。てかもうちょっと今画像でね、見せられないことはねえんだけどね。天元的には、ね、それは遠回しに私が編集で出せと。いやいや、そういうわけない。もう各自調べてください。もうディッカのね、あの、フォームチェンジの姿がね、俺天元的には結構好きなんですよね。かっこいいんですよね。もうなんだろう。これぞ令和のウルトラマンみたいな感じで。あ、まあね。うん。まあ、今平成34年ですから。はい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 。平成終わってない。はい。まあそういう感じでね、あの今、もうすぐ来月か。7月9日にウルトラマンディッカーが放送されるということで。うん、あ、まだ放送されてないの？もう始まってるもんだと思ってたわ。うん、まだ されてないです。なんかそこかに放送されるので、はい、それの、ディッカーの元になったダイナのことを調べようと思って、うん、今ダイナの特集をやってるんですよ。なるほどね。で、ダイナの特集を見てました。なるほど。いやー、おぼダイナーってめっちゃいいよね。当時はそんなに思わなかったけど、ダイナいいね。まあ、いやでも俺はティガ派だけどね。あ、天元はあの、コスモス派やった。あ、でも、ティガ、ダイナ、ガイアやったらガイア派だったな。ガイアね。いや、でも俺はガイアで言うんだったらアグル派かな。あ、わかる。すっげえわかる。でも海だしな。まあね。海だしな。海嫌なんだよな。すいません、海嫌なんだよな。いや、アグルすごいと思うよ。ガイアに力与えて、自分は何も力もらってないのに、その強化されたガイアと一緒に戦えるっていう強さ。めちゃくちゃ強いんやないか、お前っていう。いや、アグル好きよ。アグルもいいよね。いや、ティガもいいと思うよ。え、ティガ好きよ、俺。ティガ好き。俺もティガも好き。まあ、で、まず人気が出たのは V6 の長野さんが主演だったからっていうのがあるからね。いまだに謎なんかね、あの、ティガの一番の方でね、うん。まあ、ティガがまだ石像だった時、うん。3体いたんだけど、いたね。どこにいた、あれ、一体何だったんだろうっていう。謎がちょっと俺、不思議なんだけどね。も、当時思ったのは、まあ、ティガのフォームチェンジ分があれ入ってたんじゃないのっては思ってたけど。うん。なんかな。多分ね。もしかしたらあれ、歌の父、ハヤタかって、当時は思ってたけど。いや、形が。ティガのお父さんと、一緒だったし。ティガのお父さんとお母さんが潰されたって俺、当時思ってたけどね。いやまあ、その3体があったせいで、闇の巨人も3体やったんだけどね。うん。まあ、それがまあ、パワータイプ、スピードタイプだったから、やっぱ、フォームチェンジのあれが取り込まれたのかな、やっぱり。多分ね。うん。あと、ティガの最終、テレビ放送版の最終が、クトゥルフ神話をね、一応、モチーフしてるからね、ルルイエとか。ああ、はい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 、はい、うん。クトゥルフ、クトゥルフ調べてね、実は、ティガのラスボスはクトゥルフの神獣でした。うせやんと思って、胸出したらマジやったからね。おお。すごいちょっとテンション上がったね。ただ、海の化け物か。いやいや、俺は海全然平気だけど。海は嫌いだ。海は嫌だ。だから、海のウルトラマンとこれちょっと海だわ。ごめんね。海はいいよ、俺、アグロ好きよ。海は嫌だ。むしろ炎、ウルトラマン太郎ね。ウルトラマン太郎というか、グレンファイヤーじゃなかったっけ？あれウルトラマン、あれウルトラマンじゃねえよ。ウルトラマンじゃないけど、ウルトラ作品じゃん。まあまあ。あと、ウルトラマン太郎って言った理由が、うん、ウルトラマンダイナマイトっていうワード使うんだけど、ウルトラダイナマイトね、うん。自分で爆発させて、バラバラになったら自分で回復するという。そう。捨て身の技だからね。要はあれ、円盤すんなと思ったけどね。それを確かメビウスも覚えたよね、覚えた。メビウスも好きだったな。本当に当時ね。いやでもな、あんまり武器使うのあんまり好きじゃなかったから、まあそれ言ったらガイアやアグルもそうなんだけど、剣使うからね、あのビームソードみたいなの。ああ、であとガイアやアグルは、あの変身して着地した時のあの自信というか、 あれすげえなって思った。あれはね、周りの人たちってすごいだろうなって。
ガイアで好きになった理由はな、オープニングが好きだったからかな。あ、ギリギリまで頑張ってっていう、まあ確かにあれが好きだったね。確かガイアは高山ガムだっけ、ガムチューインガム言うと思ったよ、うん、であと最終バトルの時にさ、なんかでかい神みたいな敵と、うん、でなんかちっちゃい生物が空埋め尽くして世界が物理的に闇に覆われてるっていう状況で、うん、ガイアとアグルが二人別々方向で飛んでいって、そのちっちゃい敵を光線で全焼き払って、うん、世界を光に取り戻したっていうなったシーンはあれ、あ、まあ好きやったんだし、あとその神様のやつがなんだろう、関心ケンタロスみたいな形の化け物でっかいのあって、馬、うん、馬っつうか下半身ケンタウロスだったらさ、馬じゃん、馬、うん、つまり馬じゃん、馬だな。まあ顔は今日なんかドラゴンっぽかったけどね。でめちゃくそでっかい化け物で小町走っていくのに、あのそれ二人がもうヒルマンドで戦ってるっていうのがね、当時俺かすげえと思ったの。あ、今のウルトラマン等身大だったからさ、そのでかい敵と戦うっていうのはすげえなと思ったもん、当時は。確かに。うん。いやもう、なんだろう。ティガの映画からね、まあ、ガイアか。ガイアからかと思うねんけど、でっかい敵と戦うっていうのもいいしね。もう、あとね。ガイア、ティガぐらいからかな、確か。うん、まあ、過去にもあったかもしれないけど、うん、映画とかではよく多いけどね。本当に。あとミブスは個人的には俺あんまり好きじゃなかったな。なんで？あのあいつのな目的っていうのがさ、ウルトラ兄弟に入りたいやね。まあね。他の何ティガとかガイアとかダイナとか差し置いてやで。もっと言うたら、まあ、ウルトラマングレーとかパワードとかディアスとか差し置いてやで。あのグレートはちょっと特殊だし、ゼアスは特殊の中の特殊であっても、あれはもうコラボ記念じゃん。イデミツさんとの、うん、ガソリンスタンドとのコラボじゃん。最弱のウルトラマンってバレるってやつ。まあ、まあ、強いのか弱いのかよくわかんないけど、最弱最弱、まあ、ネタには行くよね。あのめっちゃ最弱、うん、潔癖症で怪獣に触れへんっていうウルトラマン。そうやったね。うん、最弱。そいつら差し置いてやで、ウルトラ兄弟に入りたい。は？ふざけんなよって俺思ったの、当時は。別に何も思わんかったけどな。俺めっちゃ、あれ見た時さ、このメビウス、新人のくせにね、えらいこと言ってるよなと思ったの。だそうですよ、つぶらプロダクションさん。今はね、まだ、まあ、そんなウルトラ兄弟入りたいという、バカげたこと言うやつはやらへんからええけどさ。だそうですよ、つぶやプロダクションさん。今の方はね、なんだろう、あのゼロが出てきてからね、まあニュージェネレーション世代っていうのが始まってるからね、それはそれで面白いんだよね。まあある意味つぶやプロダクションそこから離れてるからね。うん、まあセブンの息子、太郎の息子、ベリアルの息子、いや人工息子っていうのも娘じゃないのは確実だな。うん、女性のウルトラマンは一応出てきてるは出てきてるけど、母とユリアンとあと誰いたっけ、平成昭和ではそうやね、それぐらいね。令和ぐらい入ったら、あのニュージェネレーションの方でウルトラリブットのっていう、まあ、兄弟のウルトラマンの、うん、妹が、あの、ウルトラマン、何だっけな、ジョリアとか、そういう名前のウルトラマンになるんですよね。このウルトラマン。ニュージェネレーション1の、唯一の高嶺の花、曰く。でもね、最終フォームがね、兄弟とその妹と三体合体やからね、ある意味、なんだよね。まあ、俺は何も言わんけど。うん、極みフォーム。あれ、ガイム極みフォーム、それウルトラマンじゃないし 3P してないし。まあそういう風にね、まあ結構ね、なんだろう、ゼロがなんか絡ま
絡んでんだよね、どっか何かしらで。でそっからあのトリガー鳴ったらもうゼロの絡みがなくなって、もうなんだろう、ゼロゼロじゃない、ゼットとなんか絡みが始まってんだよね、前作ウルトラマンだけという。まあそんな感じでね、あのデッカーも結構気になってはいるんだよね、ウルトラマン好きだから。天元私は最近もう見てないけどね、時間帯的に厳しいし、でいつやってるかも知らないけどまあまあまあ興味ある方は見てくださいというぐらいで、あまり強くはすみません。いや今までの会話めっちゃ強く押してたけどね知らないな、知らないな、天元知らないな今回の話題それだろ天元知らないな。とりあえず押すんならウルトラマン Z を押してください、ご承諾ください。いやあの、え、今日は Z の話じゃなかったんじゃないの。あ、デッカーですね。デッカーの話なのにデッカー押さないってどういうことだよ、番宣じゃないのこれ。いやどうってね、 Z とか他のウルトラマン見たらね、デッカー自然と押すから。いやそれわかんないけど、Z 押すから。デッカーはほんまにちょっと期待大だから。トリガーもね、なんだかんだ言ってね、ダーのリメイクかーと思ったんだけど、見始めたらね、結構面白かったからね。いや、ほんと。まあ、ティガリスペクトのとこは、まあ、多少、なりとあるけど、意外と面白かった。だから、あの、ダイナのリメイクになってるデッカーもすっごい気になってあります。で、それが、7月の9日。の土曜日。にやる予定です。放送局は、放送局が確かね、京都テレビやったかな確か。ということはテレビ東京系列になるかな、うん、になると知らないけど悪いけどそこら辺の地方放送は多分テレビ東京系列になると思うんだけどわかんない。まあ、いろいろ喋りましたが、天元喋ったのはこんな感じです。はい、今回は、まあ、ウルトラマンということで、7月放送予定、ウルトラマンデッカ、もし、まあ、タイミング、何時なのこれ、土曜日の、ん、土曜日の何時やってんのこれ。あ、朝9時です。朝9時らしいので、まあ、お時間ある方は、テレビ東京系列、テレビ、京都テレビだから KBS 京都か、KBS 京都で、放送予定と、なりますので、まあ、もしよかったら、見ていただければと思います。特撮ファンの方、ウルトラマンファンの方ですね、見ていただければ、私は、これ前撮りしてるっていう話の関連で私は時間帯に見れなくてちょっと内容ついていけないんですけど、まあ見ていただければと思いますはい、はい、それでは皆さん解散、解散、見てね。いつでも愛がる君にてくキスミ、忘れられないから僕の大事なメモリ、ドラ焼きは主食になれないならば上書きしちゃえば僕の思い通り、ずっとそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどち、君はここにいるの、バスで長崎でしょ、いい加減に小指から見えないと主張しない、乾いた瞬間のこと今ごと着に触るなって気にしてるからに決まってんじゃん、子供を信じて幸せになれるように歴らしく、また些細な挨拶のとこからあるレイク、いつでも愛だよ君にテイクキスに、忘れられないから僕の大事なメモリ、ドラ焼きは主食になれないならば上隠しちゃえば僕の思い通り、夢からピピ覚めないで覚めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分、40分待たせて。